だと思いますか。やっぱりうちが途中でディフェンス頑張ったのと、やっぱり、ニコラの、ミスマッチを使ったインサイドプレーがうまくいったのかなと思います。今大会初めてのオーバータイムとなりましたが、はい、体力的には大丈夫ですか。体力的には大丈夫だったんですけど、やっぱ精神的に結構辛かったですね。じゃあ次また試合があります。次に向けての意気込みをお願いします。今まで練習してきたことを、ちゃんと出せれば、いい結果になると思ってるんで、次の試合も頑張ります。ありがとうございました。浅野貴文選手のインタビューをお届けしました。それでは櫻井さん、石木さん、お願いいたします。コート上ゲーム始まっております。スコアはまだ0対0。では両チームロスターを紹介します。立川ダイスドットエグゼオレンジ、9番池田千尋、27番沢頭知博、35番林凛太郎、6番大野洋平。対するホワイト東京ダイムドットエグゼ、7番鈴木啓太、70番小松正弘、99番落合智也、98番藤高総一郎。東京ダイムの方は2試合目で、さっきの試合よりかはあのコミュニケーションも取れてきていると思うので、はいはい、まあ、高さのミスマッチが、結構ありますので、はい、そこを立川ダイスの方はうまく守れるかですかね。1対1は難しいのでヘルプしながら守っていきたいですね。ここはミスマッチ、高さは圧倒的にそうですね。大見ても東京ダイム、そうですね、この3人が出ている時間帯だと必ずどこか一つはミスマッチになりますね、スクリーンの際にこう手を少し、そうですね、広げた形になりましたので、はい、ハンドオフからのいいスクリーンなんですけど、はい、手が上に上がっているとファウル取られやすいですね、大野決めてきた。この大野選手、お仕事はですね、はい、歯医者さんだと。そうなんですか。はい、ドクターでございます。なかなかいないですね。そうですね、このプレミアのシーズンはおそらく2年目。かつては担当のチームでプレー経験があるはずです。宇都宮ブレックスもそうなんですけど、東京ダイムも、はい、やっぱディフェンスの質がすごく高くて、はい、声が出てよく連携取れているのと、うん、1対1のプレッシャーが非常に強いです。はい、はい、特にこの3人制、はい、1人こうピックにかけてスクリーンをかけてそこからの動きというのが多い中でマークのズレができますからね、はいはい、そこを埋めるためのコミュニケーション、スイッチスイッチという声も飛んでますが、ねじ込んできた。
ここは藤田が TV タイムアウトです。ゲーム再開です。6対1、ここまではホワイト&グリーン東京タイムドットエグゼ。2ポイント落合、今日はこの女子カテゴリーでも勝利を手にした東京タイムドットエグゼ。前回はね、ちょうどあのビーフマンがアベック優勝を決めておりますので、もちろん狙っていることでしょう。ちょっと苦しいですね、はい、なかなかディフェンスの方がいいので、うん、持ち味のダブル千尋のドライブのところですね、はい、うまく止められてますね。そこはね、もう徹底的に消してきてます、はい、ナイスパース、回してる。落合選手なんか普段5人制のバスケットの中でこういったガードの選手つき機会はあまりないかと思うんですけど、こう 3x3 に慣れている選手ですので、はい、なんか問題なくついているような感じですよね。ですね、普段はもう屈強な外国人選手とのマッチアップ、はい、3x3 の経験がまた5人制の方にも生きているような気がするんですよね、はい、ナイスパス。ダッシュ2、ナイスパース、よく見てる、ダンクショー、今日2本目ですね、はい、東京ダイム非常にボールのが動きますね、回してますね、はい、それに合わせて人も動いているので、はい、ディフェンスとしては非常に疲れますね、うん、これに対するのは先ほどから何本でも落合選手から鋭いパスが、はい、アシストも増えて東京ダイム12点目だ12対3。これはナイスディフェンス、ナイスディフェンスですね。うん、完全に裏を取りました。そうですね、一回ね、今交代しようとした沢頭選手に、はい、池田選手がね、待てと、ええで今のプレーですからね、はい、まあ、トップの池田選手に対してあの鈴木選手がもう左に行かせるように、はい、完全シフトしてましたね。徹底的にね、はい、あの右を切るディフェンスですね。スコアは14対4。
落合、これは林凛太郎ナイスカット、非常に運動量が多いですよね、リバウンドとディフェンスでやったところで、ここはファウルでストップです。 TB タイムアウト、ゲーム再開、残りは3分30秒、9点のリード東京大、ファウルは東京大の6ファウルです、これが6つ目、はい、林選手の動きの速さにちょっと落合選手がついていけず思わず、はい、それでも右から来たメイルマン、はい、余裕がありますね、そうですね、やり返します。藤川選手も左に行かせようとしたんですけど、はい、それでもね右から来て、はい、今度はステップバック、9点リードの東京ダイムドットエグゼ、残りは2分34秒、これで両チーム6ファールですね、7つ目からフリースロー、すべてのファールがフリースロー2本につながります。大野、ナイスプレイ、パスもここってところにしっかり取りましたね、はい、これは林、これもナイスプレーだ、レード返し、藤田がこれもダンクリーグ3本目、クワすごいディフェンス、はい、まだゴールが揺れてる、タイムアウト、タイムアウトは立川ダイスドットエグゼがコール、ここで 3x3.exe プレミアジャパン2020カップをサポートしていただいておりますリーグオフィシャルスポンサー、オフィシャルサプライヤーをご紹介いたします。コカ・コーラ、アクエリアス、スーパースポーツデビオ、ビクトリア、名鉄観光サービス、パーソルキャリア、ゴルフパートナー、日本ユニシス、セノー、スタンス、ウィルソン、ニューエラ、出雲、クレベリン、以上の皆様にご協力をいただいております。もう一回立川ダイス、ナイスイン、バウ2ポイント、いいですね、千尋選手。ここで21点目をゲット、ノックアウト。3x3.exe プレミアジャパン2020カップ2回戦第4試合、東京ダイムドットエグゼバーサス立川ダイスドットエグゼ、ファイナルスコア21対10、セミファイナル進出東京ダイムドットエグゼに決定。